あんまカンニングしんどいで、ごめん。それまでできん。じゃあまでできんの。サインのカンニングしんどいでな。サインのカンニング聞いたことないですか。そうですね。一昨年からは一回これに変えてからは変えてないですね。このサインがちょっと好評なんで、ヒグマのクマをちょっと使っていこうと思います。はい。クマです。一生変わってます。高校の監督に最初考えてもらって、全員にワーやって言われて、少ないんじゃって言われたんで、変えたら次ダサいって言われたんで、ちょっと考えました。アレンジ、カタカナじゃないです、ローマ字を上から入れたら人に潰したら、サインっぽくなりました。いや、これでいきたいですね。これでいきたいです。いかしてください。何も思いつけない。はい、決めました。背番号書きます。はい、ずっと目立つ。恥ずかしいかもしれない。そうです。三浦大輝って書いて崩しました。お、無事かいだよ。岩瀬さん越せるよ。3試合でかくいきました。はい、小学生のこれさんは考えました。プロ野球選手になったらこうやって書こうっていうのをずっと考えてたんです。それを今書いてます。でかいのがまだちょっと慣れてないです。めちゃくちゃ撮ってます。はい、毎日撮ってますね今。めちゃくちゃ楽しみです。今日も朝。今から入団、契約行ってくるんですね。早っみたいな感じの連絡しましたね。これはもう完全に自分で考えました。自分で、サインってどうやって書くのかなっていうので、自分の憧れだった柳田選手とかの見て、ちょっと柳田選手も縦っぽい感じなので、もうちょっと真似して、やっぱ憧れの選手真似して書くのも、まあ、いいかなと思ってきました。そうですね、夏隊終わった後から、そろそろお前はプロ中やけんサイン考えればってみんなから言われて、ちょっとプロ用にっていうことで考えました。でも本当に LINE で同じ気になれるといいなって言ってて、まさか一緒だったんで、びっくりしました。僕言ったんですよ、またで、よろしくって言ったら、うんって返ってきました。冷たくないですか。冷たいですよね、ちょっと、うんだけですよ。冷たと思いましたよ。ジャパンで一緒やったんで、仲いいです。終わりました。それで僕、ちょっとホームランを行こうかな。1センチ君はちょっと2センチ行ったほうがいいっすよ。じゃあ日本代表で、ああそうですね、2センチ通過点みたいな、ホームラン2センチ、あと、かましゃいしましょう。したほうがいいことができる。応援よろしくお願いします。緊張します。めっちゃ緊張します。山田君、今週も違います。ありがとうございます。
甲子園の時あんな動画をしてた。違う、縮こまってますね。こんなです。これが自分のコミュニケーションすごい、笑顔、素晴らしい笑顔が素敵です。おい、甲子園投げとったら余裕やろ。やめてよ、そんな山田君見たくないよ。お願いします。今みたいな感じに聞いていくので、ほんまにじゃあお疲れ様です。お願いします。なんかなって何かな。めっちゃ可愛いやん。そんな可愛くない。緊張します。緊張するんやな。緊張する。よかった。緊張するんや。緊張した。めっちゃカメラ怖い。はい。日本のために必死にテレビの前で応援してました。僕も PK までしっかりと見ました。シワクシワなんで、だから短くしてもらいました、オーダーの。あ、そう、はい、でもフェスとかしたら出てきちゃう。それも恥ずかしいよ。山川とか知ってる、この辺までありますよ。これはもう、ここも伸ばせるから言われなかった。言われました、伸ばしました。そうです、伸ばしました。本当、いや、俺はもう来年ユニフォーム着るってやったら袖短くして1年目狭くして、ここも狭くして、割とめちゃくちゃできるじゃないですか。だらしなくなっちゃう。これぐらいちゃんとこれぐらいでいくの、これぐらいでいくの、これかっこいい。いいですか。うん、めちゃめちゃかっこいいっす。めっちゃかっこいいっす。はい、真顔でエコードお願いします。はい、はい、いいですよ、お願いします。で、そうそうそう、じゃあこれも笑顔で一枚、いいです。で、次笑顔でお願いします。はい、いいですよね。で、これ笑顔でお願いします。はい、ちょっとだけ真剣な感じお願いします。いいですよ、そうそうそう、いい感じ、いい感じ。そうです、そうです。あ、いいですね。はいはい、はいはいはい、いいですね。でも笑顔もいただこう。笑顔もいただきます。すごい似合ってますって。なるほど。の笑顔を、はい、じゃあ実際に、ありがとうございます。こんだけこう楽しめる笑顔をしてるけど、あそこに上がった時どうなってるか、しっかりどうかやばい、やばい。ちょっとよしよしよし。じゃあ監督、さあそれではいよいよ新入団選手が入場いたします。大きな拍手でお願いください。最初に入場するのは、また緊張してる。意外とそうです、意外と緊張してる。手汗がちょっと階段でブラボー言う。やばい、それはブラボー。それはあかん。いつもの笑顔で、はい、任せてください。名前は何本大丈夫、緊張しない。お願いします。バイバイ。絶対笑う。緊張しますね。最後ね。あ、そうですね、うん、やりやすいですね、一番、うん、最後。緊張するし、練習させてます。法政大学から参りました、堀澤亮介です。背番号122番です。キャッチャーです。よろしくお願いします。で、頑張っていきます。よし、リハーサル完璧です。いけますね。頑張ってきます。島田の選手が最大の武器、練習の地がプロの世界で羽ばたく姿をこの目で見たい。はい、背番号122、堀澤
陽介。嬉しく思いましたよ、ね、まあね、この、まあ、プロの世界に入ってくる中ではみんながね、この日がありますし、そういう意味では、まあ、ウイルスはもちろん あるんですけど、これがね次は頼もしく、うん、そういう、ね、選手になっていけるように、うん、そういう意味ではこの第一歩のスタートっていうのは、今日ねスタート切った10選手とってはいい日になったんじゃないかなと思います。僕のね、ファンの皆さんに選手を、ね、アピールポイントだったりセールスポイントだったり、そういうところをアピールすることっていうのはもちろん大事ですし、もう本当にこのファンの皆さん、うん、がね、ファンの皆さんがいて本当に選手たちっていうのはなんて言うんでしょうね、こっちからよくなると思いますし、ファンの皆さんっていうのプロ野球やっぱりその選手たちもやっぱそういう意識を持って、うん、ね、ファンの方をこう魅了するプレーを、グラウンドで駆け巡ってほしいなと思いますので、ぜひ、楽しみに、しててください。